リバプール、アカデミー組躍動でセインツをフルボッコにしてしまう。リバプールさん強すぎません。リバプールさんほぼユースでも勝てる。スタメン組との差はあれど勝ち切るところがほんとすごい。リバプールのアカデミーは世界一やクロップが最高の財産残してくれた。若手すごかったけど、逆にここまで先輩たちいないとこれはこれでみんな伸び伸びできるのかもと思った。ほぼ U20 で相手に何もさせないハイプレス見事すぎますよ。数年後、ダンズは大物になってそうやな。得点感覚が非常に良い。純粋なセンターフォワードって感じ。長身アフロ CF とかいう属性盛りすぎなダンズくん好き。リバプールの未来は明るい。